皆さんイライラしてますか？はい、もうねイライラしてる女子たちは多いんじゃないかなと思います。なんか生まれてから死ぬまでどんだけイライラするんだろうっていう感じじゃない？はい、イライラして人生損してるなと思う方はぜひ今日は最後まで見てください。はい、べっぴんディネべっぴん体操、鈴木ひろみです。みんなイライラしてる？どうですか？今日はねイライラしてたらもったいないっていうことでですね、はい、私もめっちゃイライラしてましたけど、イライラからだいぶ本当に卒業してるんですよ。そう、イライラしてるのからどうやって卒業すればいいのって思ってる方も多いかなと思うんですけど、なんと麹を食べたらイライラしなくなるというね、素晴らしい。今日はまさやちゃんとやっていきます。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さやちゃんもですねイライラママ代表でございましたね。そうなんですよ。なんかもうイライラしてることにまず気づかない、うん、あと思います。初めはそうなんだ。あ、普通すぎてイライラすんのが嘘よイライラしてる女子は多いわよね、やっぱりね。はい、まあ、私もイライラしてましたけどねっていう感じなんですけどね。でもそれをね、うん、イライラしちゃうと損するっていうのは嫌じゃないですか。いやー、ほんともったいないよね。もったいないですよ。そう、イライラしてる時間ほどもったいないことないよね、考えてみればと思わない？そうですよ ね、 ね、せっかくそこまでこういろいろ頑張ってきたのに、そのイライラした時間でねまた停滞しちゃったりとか、うんうん、ひっくり返っちゃったりとかすると本当もう嫌ですよ ね、 ね、本当に時間はね有限だから、イライラする時間をね少しでも減らせたらハッピーだよねって思うので、はい、そうだと思います。はい、そんなお話をね今日はしていきますね。こちらのべっぴんきんチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。いろいろレシピなどなどありますので、ぜひよかったら他のも見ていただければと思います。はい、そしてチャンネル登録とグッドボタンと、そしてシェアもお願いできればと思います。で、 LINE 公式がねあります。こちらではね今日から使える麹レシピをプレゼントさせていただいております。こちらね7月麹レシピというふうにですねメッセージいただきますと、すでにもうねお友達の方にも新しいレシピプレゼントしてますので、よかったらメッセージいただければと思います。そもそもこうなんでイライラしちゃうんでしょうね、うん、ねえ、なんでイライラしてた、何にイライラしてた一番。その子供が、うん、あの思い通りに動いてくれなかったりして、ね、時間がどんどん過ぎていって、うん、早くしなさいみたいな感じで、うん、思っちゃったりしてたらもうやっぱイライラするし、でもそれでイライラしたからって子供があのちゃんと動いてくれるってわけでもないから、うん、そういった時イライラしてましたね。そうだよね、やっぱりなんかこう時間の余裕がないっていうのはなんか心の余裕もなくなるからイライラにつながるなっていうところと、あとやっぱり子供って本当にびっくりするぐらい思い通りには動いてくれないですよね。そう、まあ、思い通りに動くと思ってること自体がもうそもそも違うっていうところもあるんだけど、やっぱりママたちはね自分で育てたし動くはずだと思うんだけど全く動かないねっていうね、うん、世界観かなと思うんですけど、なんか若い時とか子供の前とかイライラしてたこととかある？あんまり覚えてないです。覚えてない。そうだよね、あんま覚えてないよね。やっぱりね自由に生きてたんだと思います。まあでもきっとあったよね。ありましたよ、うん、でもやっぱあるけど、なんか子育てのイライラって本当なんか何とも言えないイライラだよね。結構長くイライラしちゃったりするから余計覚えてるのかもしれないですね。毎日のことだし、毎日の生活の中でねそんなにイライラさせられるなんてね思いもしないわよっていう感じだよね。そうですね、ね、そうですね。そう、なのでお子さんいる方はねやっぱりそのお子さんいることでのイライラだったりとかね、やっぱりお子さんいない方だとお仕事のことだったりとか、例えばご両親との関係だったりとかパートナーとの関係とか、まあ、何かねそういうこともあるかもしれないですけど、何がそんなにイライラさせんのよっていうところで考えていただくと、性格悪いかなとか思うじゃん、なんかイライラがすごい募るとさ。そうですよね、もう怒りっぽい人みたいな感じでね。そう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 、思っちゃいますよ ね、 ね、もうなんかママとかだと本当に公園とかモールとかでさ、公共の施設ね、でさなんかもう止まらなくなっちゃうママとかたまに見かけるじゃん。そうですね、わかるって思うよね。そうです、気持ちわかるよ、それわかるよみたいなさ、わかるけど、うん、怒ってたらもう何怒ってんのか分かんなくなってスイッチが変な風に入ってずっと怒っちゃうみたいな、なんか止められない自分ではみたいな経験がある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれはねなんと食べるもので
変えられちゃうっていうところがあるんですよね。そうなんですよね。やっぱりそのイライラしてしまうのは、うん、性格じゃないというか、そうそうそう、本当にそうなんですよ。他にも原因があるっていうところがありますよね。そうなんです。なんでね、じゃあね、麹食べたらさ、イライラしなくなるのかっていうところをね、お話ししていこうかなと思うんですけど、腸内環境が整ってトリプトファンというですね、セロトニンっていう物質の材料をしっかり食べることによって、セロトニンがね、ちゃんと分泌されるようになります。セロトニンはですね、別名幸せホルモンとも呼ばれておりまして、ちょっとしたことにね、幸せを感じられるホルモンなんですよね。そう、それがちゃんと分泌されるようになることによってすごく穏やかになる。いいわ、いいわね。あとはもう一つは、やっぱりママたちが自分でこう麹を作ったり、美味しいって言われることによって、自分軸みたいなものだったり、まあ、自己肯定感だったりっていうものが満たされるっていうのもすごくあるかなと思います。自分で麹を作れるようになると、うんうん、その化学調味料とか、うん、市販の調味料とか卒業していく、うん、その一つ一つが自信になっていく、なっていくよね。 それが別になんか子供から何か言われたわけでもなく、うん、自分がこう満たされて自分で完結できるようになるんですよね。そうだよね。だから外に求めないというかね。そう、それが言いたかったんです。そうそう。外に認めて認めて、私こんなに頑張ってるのよ、認めて認めてをしなくても、自分でなんか私すごいじゃんみたいな、私すごい美味しい天才みたいな、そう、ね、こんなにすごいことできてるってね、思えるようにね、本当なんかちょっと麹作りで職人技みたいな感じだから、もうそれがお家で麹が自分で作れるっていうところも、やっぱりすごく大きな自己肯定感をいただけるね、自信をいただけるものの一つではあるとは思うんですけど、まあ、そこから調味料、そしてご飯っていうことで、もうできたが軟骨に重なるのよぐらいに、大人になってからのできたをいっぱいもらえるっていうのが工事ライフですよね。いろんなことが解決されますね、それでね。本当。だからやっぱ自分を満たすっていうことがいかに大事かっていうところをすごく感じるんだよね。だからやっぱり満たされてないからイライラしちゃうとか、やっぱりママになってなんかギブすることが多くなる。で、女性は子供をね、生まれてない人も大人になればなるほど、なんか自分じゃなくて自分が誰かに何かをしてあげなきゃいけない環境のことが多いじゃない。なんかそうすると、なんで私ばっかりみたいな風になっちゃうようなところがどうしてもあるかなと思うんですけど、麹をね、作って食べるだけで、私イケてるって自分で満たされてハッピーになるなんて、こんなにいいことはないわね。そうですよ ね本当にないわよね。そう、しかも美味しいんだよ。そしてしかもなんかお肌も綺麗になっちゃうし、なんでみんなちょっと麹を知らないのはもったいないわっていう。そう、この強い熱い思いでこちらのビッペンキンチャンネルをやらせていただいてます。はい。だからやっぱりこの腸内環境とかをよく知らないときは、うんうん、セロトニンが腸で作られてるってことももちろん知らなかったですし、うん、そうだよね。だからこういったね、情報がね、こうあると、うん、あ、知ってるのと知らないとは全然違う人生になるかなって本当に思います。自分の体のことをね、やっぱり私たちの体はね、本当に私たちの体でできていて、そういうことをなんか性格とか思いとか考えとかも思考みたいなものも、結局食べたものがきっかけで、そう、神経伝達物質とかも作られるし、全部の細胞が作られていくわけだから、やっぱり食べてるものってね、関係がすごく深いなっていうふうに思うし、あとやっぱりちゃんとね、腸内環境整ってセロトニンも出るし、あと栄養素いろいろしっかり吸収できる腸をね、持つっていうのもやっぱりすごく自分の体のベースを整えるという意味で、やっぱりすごい大事なんですよね。実際に、うん、麹マスターの中でも、うんうん、食事からこう心とか体が変わっていた方、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、めちゃめちゃいっぱいいる。どういったこうエピソードとかありますか？そうね、そのね、一番の経験者といえば、もう私はさよちゃんが一番ね、イライラみたいなのと、そうです、ね、まあ、あとパートナーシップも良くなるっていうね、うん、素晴らしいじゃない。そう、なんか私の場合は、うん、その食とかっていうところをあまり気をつけたことがもともとなかったっていうのがあるんですけれども、うん、だから特にこの麹を食べたことによって、うん、本当にセロトニンがいっぱい作られたと思うんですね。作られましたね。それですごく
あの今までは子供に対してとか、うん、もう家族に対してとか、うん、あのイライラしちゃったりしてたと思うんですけれども、うん、本当に穏やかになったねって言われますし、うん、麹をやめないでねとも言われるんです、うんうん、そうですよ、旦那さんにね、麹もうやめないでねさゆちゃんはって言われるんだよね。そうなんですよ、すごいよねすごい、そうすごいですよね。だから自分がこうイライラしてたってことにも初めは多分怒ってるって言われて、いや怒ってないよみたいな感じだと思うんですけど、うん、でも怒ってたなって思いますしやっぱ怒ってたな私みたいな、そうそう、やっぱ怒ってたな、ってなんか、なんか何に怒ってんのか分かんないけどなんかトゲトゲしちゃうみたいなのってあるよね。だから旦那さんはそれがトゲがなんかなくなったから、うん、あのすごく旦那さんもハッピーになっていて、うん、で自分が穏やかになると、うんうん、見え方も変わってくるし、捉え方 も生きやすくなるよね。イライラしなくなるとね、今までないと思ってたものやっぱりあるんじゃんとか思えるようになって、うん、素晴らしい、やっぱりパートナーシップも、うん、よく自分が変わって、うん、良くなったなって思うので、うん、やっぱりお砂糖っていうところを甘いものが好きだったので、うん、それもすごくイライラの原因だったなと思います。あ、そうだね、なんか血糖値の、うん、乱高下がねひどかったからバーって登ってバーって落ちて、だから躁鬱状態みたいな、ね、感じになっちゃうよ ね、 うん、イライラすると甘いものを食べたくなる人いらっしゃると思うんですよね、うんうんうん、でもそれをこう普通のお菓子じゃなくって甘酒とか麹おやつとか、うん、アロザカを使わなくなったことで、うんうん、そっちの方もすごく乱高下がしなくなったっていうところも大きいなって、うん、確かに確かに、うん、そうだね。そうやっぱり本当に知らないとそんなことあるって思うじゃん、 なんかそんな影響あるのって思わない、うん、なんか思ってたよね。あ、そうですね、そうそう、腸内環境がそんなに影響があるのかって知らないですそう知らないんですそうなのでやっぱり本当、ね、食べることってめんどくさいっていうのもあるし、毎日のことだから本当になんかちょっと手軽に済ませたいとかやっぱり思っちゃうじゃない、はい、うん、なんか特に体調が悪いとか便秘だっていうことがなかったタイプなので、余計になんかそこまで体調不良とかね、すごい大きな病気とかしてから気づく人とかもやっぱいるじゃない、食の大事さって、うん、でもやっぱりなんかね、そういうなんか日々のイライラみたいなこととかまでもが食にそんなに関係してて、自分が食べたあの例えばスイーツみたいなのがイライラする原因だったとか、ね、なんかコンビニのパスタみたいなのが実はイライラの原因だったとかなんて思わないじゃないですか。なんかまあそういう日もあっても全然いいんだよね。そこさ全部ダメってなるともっとイライラしちゃうからそう、なんかそこは OK を出して、結構本当に自分にも他人にもオール OK を出すっていうことはすごく、ね、イライラしなくなる秘訣でもあるんですよね。でもなんか何も変えずになんか全 OK 出してとかいうのが結構むずいじゃん無理です何も変わってませんみたいな。さあでもそのきっかけとして麹を作ったりとか食べたりとかし始めることでなんか体が本当に変わってきたなっていう感覚とか、まあ、まずそれで自分を許すっていうことができて、自分を許せると相手も絶対許せるんだよね。そうだから自分に厳しい人は相手にもすごい厳しかったりするので、まあ、そういう風になんか許せる受け出せるっていうののきっかけがね、麹作りだったり麹を食べることっていうことにつながってるなっていう風に思うんですよ。麹を食べて、うんうん、麹を作って人生が変わるっていう風に、うんうん、あの話していることがよくマスターでも麹マスターでも多いんですけど、うんうん、本当にそういうことをそういうことなんですよ。そうでやっぱりこう自分を知るみたいなこともね、もちろん麹マスターたちもね、麹マスター講座とかではやるから、まあ、それで自分とちゃんと向き合うとかっていうのもやっぱり癖としてね、うん、あると変わるよね。もう私とさやちゃんもそういうことも体験してすごい変わってきた私たちは2人なので、そう麹を食べ自分と向き合い逃げてはいけないんだな、いろんな課題からということをね、うん、あの本当にそう感じながら前に進んでるっていう感じなんですけど、でもそうすることで本当にね人生はね好転していくしね、いい方に向かっていくよね、本当ね、うん、本当にそうだと思います、うん、もうたくさんの変化があったので、うんうん、皆さんにねぜひ作って食べて体感していただきたいなって、ね、感じていただきたいなというのをね、うん、すごく思うので、
まあね、本当麹作るのは無理ですっていう方もいっぱいいらっしゃるとは思うんだよ。そう、でも本当に、ね、なんか麹から作るってどういうことみたいな感じだと思うんですけど、本当にまあ私もさゆちゃんもめちゃくちゃ不器用でございますっていうところから麹作れてるので、まあ、そこは本当は作れるんだよっていうところはお伝えしたいんですけど、まあ、そこからいけない人は塩麹とか醤油麹とか甘酒とかね、まあ、そういうものを作るところからスタートしていただくといいかなと思います。市販の塩麹とか醤油麹もあるけど、そういうものって本当にちょっともったいないんですよね。あの火にかけられてるし、箱止まってる状態で売られてしまっているっていうところもあるので、それちょっともったいないので、まあ、麹から塩麹、醤油麹、甘酒とかね、いろんな玉ねぎ麹とか、まあ、そういうのは作ってみていただくといいかなと思いますので、ぜひね、いろいろレシピも載ってますので、はい、ぜひ作るところからチャレンジして美味しいを感じていただいて、変化を感じていただけたらね、すごく嬉しいなと思いますので、ぜひやってみてください。ということで今日はですね、はい、もうイライラしてたら人生損するよっていう話をさせていただきました。はい、ぜひね、こちらの内容を見てね、そうだったんだとかいろいろあったら、ぜひコメント欄に入れていただけたら嬉しいです。はい、質問もね、コメント欄に入れていただけるとアフタートークでですね、はい、回答してますので、ぜひ入れてください。こちらのね、べっぴんきんチャンネルではですね、毎週水曜日朝6時20分からですね、ライブ配信をしております。で、何かね、作りたいなと思っててもなんか作れないなっていう方もいるかなと思うので、そういう方はぜひライブ配信で一緒に作っていただくというのをですね、おすすめしております。はい、そちらはね、内容は LINE 公式の方でですね、お届けしてますので、お友達になっておいていただければと思います。ということで今日もありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンと、そしてシェアもお願いできればと思います。はい、ということで皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ご感想いただきました。はい、ありがとうございます。育休中ママの動画です、うん、はい、麹と出会ったのは今年48歳でした、うん、おー、甘いだし、話を聞いていたらもっと早く知りたかったの一言です。うんうんうん、18歳の自閉症の娘に麹を使った料理を教えて食育を始めたのですが、うんうん、好き嫌いがどんどんなくなり、明るく元気になりました。素晴らしい。塞ぎ込んで寝てばかりだった頃が嘘のようです。うん、美味しさ、栄養、いろいろなものが麹で満たされたことが実感できました。これからも続けていこうと思います。あー、嬉しい。素敵ですね、ありがとうございますね。ぜひ18歳だったら一緒に麹作りもできると思うし、実際ね、あの作るっていうことを体験することからまた見えることがね、あのお子さんにもあるんじゃないかなと思いますし、お母様にもね、あると思うんですよ。そう、一緒に何かできるって本当に幸せなことだなと本当に思います。一緒に何かを生み出せるってすごいなと思うので、よかったら一緒にね、麹作りね、体験とかも今あるのでね、体験しに来ていただくのもいいかなと思いますので、ぜひ楽しみにしてます。お母様ですね、素敵です。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。